まあ、そういうネガティブなことっていうのは、情報っていうのはほとんど、いわゆるテレビに出てる専門家の先生からもう全く出なくて、いい部分だけを切り取ってすごく出てたので、まあ、一般の方はやっぱりそういうのにコロッと騙されちゃうのかなっていうのは、多少わからんでもないんですけれども、その、医療業界、製薬会社でそういう過去の薬害問題っていうのはそういうのを繰り返してるっていうのを一番近くで、まあ、見ているお医者さんたちも今回はあまり気づいてない人が全体からすると多かったイメージなんですけれども、その辺ってなんでこうそこに対しては慎重にならなかったというか、その辺ってどう思われますか？もういろんな複合的な要因があるんですけどね、うん、一つはねレッテルを貼られたくないっていうのがすごくまずあったんじゃないかと思うんですよ、うん、この前に子宮頸がんワクチンね、その HPV ワクチンの問題っていうのがあったんですけれども、はい、その HPV ワクチンの場合、その接種後に例えば立てなくなるとか、はい、この痙攣するとか、それから体中が痛むとか頭痛がするとか、まあ、いろんな症状を訴える人たちが出たんですよね、女性でね、はい、で厚労省はその積極的な、接種の勧奨を進めるっていうのを一時中止したんですけれども、はい、でその時にやっぱりワクチンを推進する側の人たちがものすごい反発したわけです、ね、海外ではこれを打つことによって子宮頸がんが減っているのに日本は減らないっていうようなことをすごく言ったわけですね。でこういうその接種後に起こるような有害事象っていうのは必ずしも因果関係があるとは限らないと。ワクチン以外のその原因で、そういう症状が起こっている可能性があるのに、それがあたかも全部ワクチンのせいで起こってるかのように言うっていうのは、そういう有用なワクチンをこう止めようとするアンチワクチンだと。ワクチン嫌いがそういうことを言ってるんだと。全然医学的でない頭のおかしい連中だっていうような、レッテル貼りをやっぱり戦略としてしたわけですよ。それね、子宮頸がんワクチン問題というこんなぶっとい本ですけど、それに書いてあるんですが、アメリカも一緒なんですよ。それにね、疑問を呈したジャーナリストとかめちゃくちゃ攻撃されたりしたわけですけど、そうすると医療界でやっぱり少数ながら子宮頸がんワクチンがおかしい、これなんとかしようって声を上げてる人がいるんですけど、やっぱりね、すごい叩かれるんですよ、医療界の中で。アンチワクチンの頭がおかしい医者みたいな感じでね、村八分みたいになっちゃう。でそうするとなんかおかしいなと思っても声を上げられないし、それからやっぱりこう、ワクチン推進でいた方が楽なんですよ、医療界の中にいるとね。で、もう一つ大きな問題は、すごくお医者さんって忙しいんですよ。特にコロナ病棟とかにいる人たちって、外の世界と遮断されてるわけですよ。例えば、夏休みになってもおじいちゃんおばあちゃんに会いに行くなとかね。で、会いに行って、移したら、ダメだし、それから飲みに行くなと。飲みに行って、こう、コロナをもらって、病院に戻って感染広げてクラスター起こしたらどうするんだってなるでしょ。でそうすると外の世界からどんどん隔絶していくんですよ。外で何が起こってるか、僕らほらのりたけさんは分からんけど、かなり以前から2021年ぐらいからもうその新橋とか行って飲んでるし、はい、行ったらみんなマスクもしてないし、アクリル板なんか脇に置いてるしって分かってるわけでしょ、はい、喋ってるって、はい、だけどお医者さんもそうだし、せっからちょっと他のエピソードを言うと、先生たちなんかもね、外に飲みに行くなって、飲みに行って学校でクラスターを起こしたら怒られるかって、私3年間飲みに行ってないませんっていう先生もいましたからね。学校の先生とか、あと介護業界でも結構そういうのを聞きますよね。あるでしょうね。入ってくる情報は何かっていうと、じゃあ外からの情報じゃなくて、それこそ病院の中にいたら病院の中で得る情報が主なんですよ。例えば論文、はい、論文にこう書いてある書いてないとか、で例えば製薬会社の MR さんっていう営業の方がいらっしゃったりするでしょ、はい、とにかく自分たちが耳に入ってくる情報って医療業界の中の情報ばっかりなんですよ。でそうするとこれってね、何かに似てません？つまり統一教会とかオウムとか非難されましたけど統一教会なんかもそうなんですよね。だからその外の世界っていうのは汚れてると、中の部屋で、ね、教祖様の本とかビデオをしっかり見て勉強しなさいと、ね、こうオウムだって中でサティアンの中で暮らしてですよ、で外の世界と隔絶する、外の世界は汚い、
で、そうすると、どん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 、もうこれほとんど洗脳と一緒なんですよ。うん。だからね、いかに今回お医者さんが、そういう、そのいろんな角度からバランスよくものを見ることができるお医者さんが少なかったか。本当痛感しましたね。だからやっぱりその別に悪気があって、まあもちろん分かってる、分かってその推進してる人もいるかもしれないけど、多分多くのお医者さんは、もうそれがいいと思って、こう、それが正しいと思ってやってるお医者さんが多分ほとんどだったということですよね、きっと。だから、信じられないことですけど、その、この間もお医者さんとね、岡山で飲んでたら岡山先生が言ったけど、医者たちがこんなに勉強せずにこんなにバカだと思わなかったって言うんですよ。そもそもが論文も読んでない。で、がこう、これまでのとどう違うかもよくわかってない。で、僕らが当たり前のように思っている、ね、こう、いろいろツイッターとかで得てきた情報とかも全然頭に入ってない。はい、で、それは何ですかってその先生に聞いたら、医学部に入れる子って国立大学とか特に小中高ともうずっと賢かったわけでしょ。だから自分は賢いと思い込んでると。で、勉強しなくても分かってると思い込んでる。これなんですよ、これって。その先生が天狗になったのと。やっぱりね、自分たちが知ってないっていうことを知ってないんですよ。ソクラテスが無知の知っていうのを言いますでしょ。自分が知らないことを知らない。それもすごくあると思いますね。だから僕もやっぱり、最初は恐る恐るですけれども、やっぱりなんかおかしいぞってことに気づき出してから、まあ YouTube でいろんな情報を発信して、まあ相当素人なのに何を言ってるんだみたいな、結構叩かれた時期あるんですけれども、やっぱ今回本当に痛感したのが、素人とか専門家とか関係なしに、やっぱその素人だけどなんかおかしいよねっていう、その感覚ってすごく大事だなっていうふうに思いましたね。いや、本当おっしゃる通りでね、ツイッターって僕すごかったなと思うんだけど、はい、まず、ものすごく医学論文とかでも深く読み込める人がいっぱいいたんですよ。お医者さんだけじゃなくて、全然違う職業なんだけど、これコロナのことどうなってるんだろうって自分で調べて自分で論文読んで情報発信されてるような人っていっぱいいましたよね。もうびっくりするぐらい。これね、誤解を恐れず言うと、医学の臨床の論文って、実はそんな難しくないんですよ、書いてること。多分、数学とか物理学とかの方がもう全然誰にもわからないけど、医学の論文、はい、臨床医学の論文ね。で、それなりの、その学力のある人だったら読み込めるものなんですよ。統計学がわかる人だったらね。はい、難しい、ものすごく難しい統計使ってないから。だから、お医者さん、もうタジタジになるぐらいすごい深くまで理解してる人っていうのがいっぱいいたっていうのがまず一点と、それからもう一つはおっしゃったようにね、やっぱりその一般の方の中にも言語化はできないし深くその専門的なことを理解してるわけじゃないけど、なんかおかしいってやっぱり感覚で捉えられた人たちもいっぱいいるわけじゃないですか。やっぱりね、その感覚もすごく大事で、それって自分が生きてきた経験とか生活の知恵ですよね。例えばその、なんかよくわからない得体の入れないものは体に入れるべきじゃないんだとか、それからなんか知らないけど、みんなが右の方にうわーっと行ってる時にそれについていったら危ないんじゃないかって、本能的な感覚ね。そういう鋭い感覚を持ってらっしゃる方もいっぱいいて、そういう集合値っていうのがものすごく大きな力になるんだな、馬鹿にできないもんだなっていうのを今回改めて思いましたね。もちろん僕も謙虚でないといけないし、はい、お医者さんとか、専門家とか言われる人たちもみんな謙虚じゃないといけないはずなんですよ。ところが、専門家とか自分が偉いと思い込んでる人ほどそういう集合値に対して謙虚じゃないんですよね。耳傾けないんですよ。うん、あいつらが言ってるのは素人だ。俺だけがちゃんとしたことわかってるみたいなね。よく言うんですけど、自分は正しいとか自分は正義だって振りかざしてる人ほど信用しちゃダメだと思うんですよ。だって、人間なんて一人の人間が到達できる知識、真理なんてないし、いや、人間が真理に到達できるっていうのは、本当難しいことだし、一人の人間が分かることっていうのもすごく小さいわけじゃないですか。それ、だから、それに、今正しいとされてるものでも、実は間違いだったって分かることいっぱいあるわけでしょ。